私が生まれたのは神戸の地震の2日後。ザ・神戸や。日向洋二さんはこの絵、私の人生の道しるべなんです。あの猫は君でもあるんだな。神戸の震災のフラッシュバックかな。イメージわかんのよね、生まれる前やし。ボロボロの三宮見た時、神戸は終わりや思ってんて。あそこにマンション見えますやん。震災前はあそこに私らの家がありまして。バカだなって笑ってね、どこかで見ているなら、この先あなた以外どうして好きになれる。救急車お願いします。しんどい時は甘いもんがええよ。過去も未来も喜びも悲しみも軽やかに混じり合う優しい風が神戸の街には吹いている。